오케이. もし身代わり。鉄鋼。柄じゃなかったらいいんだけど。よしよし。保存。保存だらけだな。場所変え。よっしゃー。倍速か。どうしよう。何か手立ては。オッケー、混乱。混乱の入れる。よし。石6個持っとくか。バナナの皮、爆睡、身代わりで、強戦士がどっかにあったよな。よし。おぎゃ、やっちゃった。マジか。ギターの方が。カッパ。カッパ弱いからな。弱いと言っても死にかけです。これいけるかな。おしおいない。とりあえず成長飲むか。満腹度を回復しよう。満腹度を回復したい。もういいだろ、目薬。よし。なんか来てる。ガラか。よし。29なんで、ちょっと回復しよう。腹持ち。回復。27。うぎゃ。よし。25か。もう一回回復しよう。よし、これでいいだろう。鉄鋼。寝てるからいけんじゃないのかな。無理かな。いけた。はい。あ、おにぎりある。うひょ、やったぜ。魔導の杖。
おにぎり。おにぎり食おう。19%。祝福なんでどうなんの？マックスまで行くのかな？なら最高です。腹持ちで回復、腕は。14。おっしゃ。おっしゃ。外す。おにぎり。食べる。ってわけではないか。ってわけではないみたいだな。よし。あ、バナナはゲットできないのか。まあいいか、まだ。拾った、なんか。拾ったっぽいな。あ、いけてるか。結構。よし。じゃあ、あの大きな部屋行こうぜよ。怖いな。アイテムでもなさそうだね。じゃあ行っちゃうか。はい、スカイブリッジ来た。再戦だ。今回はね、勝つ可能性をかなり秘めてるんで、これ勝てるでしょ。まずね、持ち物、吹き飛ばし、ちょっと待てよ。素早さそう。バナナの皮置く。これでどうしたらいいのかな。封印って何やんのかな。何やるか分かんねえな。鈍足あったよね。鈍足札か。札は効かなさそう。受けた。よし、開始。これね、パワーアップあったっけ。いいや、もうこのままでいこう。ちょっと待ってよ。まだ倍速効いてるね。よし。では持ち物、もう一回同じやつ。で、まだバナナあったよね。これで木の矢打つか。よっしゃー。神田さん、わー、てかコッパめでか。
1000年前にこの島にやってきた若者も風来人と称していた。誰のことやろ。不思議な形の鍵を携えた若者、あの人は倒した私たちの命を奪おうとしなかった。力と、力を捨ててもう一度やり直せと。でも兄は失った力を取り戻すことだけを祈っていた。あ、なるほどね。だから試練、あの扉開けれたんですね。はいはい。あなたの動きを早めてくれる兄との戦いできっと役に立つはず。ジャガーの息吹を受け取った。私の死を気にしないで無事だ。え、このアイテムでも間違えて使ったら一生倒せないとかならないのかな。え、あなたたちがこの島に来たのは宿命だったのかもしれない。私と兄を、真に解放するため。そっか、なくなるのか。畜生、なんでこんなことになっちまうんだよ、なんで。おいらたちはこの島に流れ着いて封印を解いたのは神谷さんの言うように宿命だったっていうか。うん。まあ、あんまり宿命っていうね、言葉は良くないですよね。それでもいい。たとえそれが運命だろうが、宿命だろうが、行こう、ベジータ。ゴールドパレスに。ああ、こっから。あいつ頑張ってるね、やっぱりね。いや、引き返そうぜ。ちょっとぐらい、うおー、なんだこれ。なんかタイとか、ネパールにいるみたい。ゴールドパレス。31F。どこまであんのかな、これ。うわぁ。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。マジか。これはきつそうだな。てか、めっちゃ強いんちゃうのこれ。どうしよう。どうしようか。まあ、とりあえず、まあ、はい、こんな感じですね。鈍足、あ、そっか。ここでも倒してからするか。身代わりあるんだよな。ドラゴン層もあると。で、一時しのぎあるんで、吹っ飛ばして、よし、それで行くか。やってみよっか。身代わり、おお、なんだこれ。つえ。激毒サソリ。はい、ちょっとこれでちょっと回復します。怖え。これ石投げれるかな。あ、いける。しかしもったいないよな、それは。ああ、斜めは無理か。うわ、いっぱい来よった。うわ、いっぱい来よった。ちょっと待ってよ。ちょっとまず回復しよう。110。吸い出すゾウと、あいつね、サソリね。な
んだこの激動臭そりって。105。さて、どうしよっか。まあいいや、今回はじゃあここで終わりたいと思います。次回お楽しみに。今ね、隕石の剣、説明。はい、攻撃力20ね。あ、16か。で、強化限界が、30。20ですね、だから。会心、錆よけ、金縛り。結構ね、この金縛りがいいですね。で、鉄鋼の盾。鉄鋼の盾は、防御12で、炎半減、カウンター、錆よけ、盗み、守り。HP10。そっか、さっきの絶対あれだよな。戦車だよな、あれ。で、腹持ちの盾と回復の腕上がるんで、まあ、どこかで回復しながら戦うと。いうのが続いてます。復活の草2枚ね。でバナナが1本手に入りました。いや厳しいな。はい、ということで、次回ね、こいつをこのなんていうのこれ、こいつを倒して終わりたいと、終わりじゃねえわ、倒して始めたいと思います。あれ出てないな、エリーが。あ、激毒さすりね。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。